こんにちは、 SOL オートモーティブの林です。また今日も新商品を紹介していきたいと思います。でこちらは W22-6365 に使用可能なリップスポイラーになります。これですね、これ今一応素地の状態なんですけれども、 B って書いてある某いかついメーカーの仕様のものになりますね。じゃあ素地になるので、まあ、例えば白いボディでグロスブラック塗ってもらったりとか、はい、お好きな色で塗ってもらえればと思います。でこのダクトのところの周りも某 B って書いてあるブランドの形になってます。はい、真っ黒のかなりいかついあの B のあれです。はい、カメラマンもいるんですけど、はい、今日はちょっともうこれ仮当てなんですけど、はい、あの粘着テープでペッて貼っつけて、はい、どんな仕上がりになるのかっていうのを、まあ、動画にして了解です行きたいと思いますので、はい、じゃあ早速貼っていきましょう。いきましょう、はい、ここは早送りです。はい、あでもなんかごく自然ですね。後付け感ないというか、あそう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 、やっぱまあ黒のボディに素地になっちゃってるんですけど、はい、まあ結構いいと思いますよ。うん、でもやっぱ一番こう何おあの B のメーカーって分かりやすいこのダクトのカバーがね、うん、本当はカーボン、本当はカーボンですね、B のメーカーはね、はい、まあ、こちらの商品だと好きなカラーで、そうです、板金屋さん出してもらって取り付けするような感じですね。まあ、こう見るとやっぱ黒は黒なのかなって感じしますね。うんうんうん、やっぱ、うん、白いボディにグロスブラックとかは多分やる方いるのかなって感じはしますね。というわけで、はい、新商品の紹介以上になるんですけれども、結構ですねここのダクトカバーなんか両面テープだけで取り付けて重量感があります。必ず出しを行ってから取り付けの方お願いします。走ってる途中に飛んじゃうとね大変なので、はい、はい、どうですかね、22にも結構乗ってる方が増えてきたかなって、こう高速道路とか走ってると。そうですね、はい、なので、まあ、こういったアクセサリー類で人との差別化、個別化、特別感、どういう言葉が正しいんだ、個性出してね、オリジナル自分の可愛い222ちゃんをカスタムしていってもらえればと思います。はい、まあ、塗装全体の商品ということで、はい、より個性が出せるんで、そうですね、色のセンスがある方は赤とかにしてもいいかもしれない、いいかもしれないですね、はい、ただその赤も真っ赤なのかワインレッドなのか、うんうんうん、茶色寄りの赤なのかとかでも悩んでいくのも楽しいかなと思います。はい、はい、ではまたの動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバイ。